清翔の鳥手付密封瓶は、たっぷり 4000ml 入る、大容量。内圧を下げて、真空状態にする、脱気機能を搭載し、長期保存が可能です。口が広くすぎまで手が届きやすい上、蓋パッキン、金具はすべては分解できるので、大振りながら洗いやすいのがポイント。特に梅酒をはじとした、果実酒を作りたい人におすすめです。使用後に、隅々まで洗って清潔に保ちたい人もチェックしてくださいね。昭和の時代に使われていたアデリアシリーズを現代人が愛用しやすいようリメイクしました。全体にあしらった白いの花がとてもレトロでキュート。クッキーやキャンディーを入れてテーブルの置くだけで絵になりますね。インテリアとして映えるデザイン性が高い保存瓶をお探しの人は要注目。付属の瓶と銅柄のボックスやしおりを使って、プレゼント用に使っても良さそうです。抗菌パッキンを採用し、広口で洗いやすいため衛生的に使えます。コーヒーの量を測るのに便利な専用メジャーカップが付いているのも嬉しいところ。本体、蓋ともに透明なので、中に入っているものが一目でわかります。毎日コーヒーを飲む習慣がある人は、チェックしてみてください。まるでカフェにいるような、ちょっとおしゃれな雰囲気を楽しみたい人にも一押しです。内蓋に小さな口を設けており、出来上がった果実酒がそのまま注げて便利です。梅 1kg を梅酒にするのにちょうどよく、冷蔵庫に収まりやすい絶妙なサイズ感。それでいて、リーズナブルな価格もメリットと言えます。大容量でコスパのいい商品を、お探しの人におすすめです。機能が複雑なものよりオーソドックスでシンプルな瓶がいいとお考えの人にもぴったりでしょう。オリーブウッドの蓋が温かみを感じさせるナチュラルな雰囲気が魅力です。満水容量は 800ml でコーヒー粉なら 200g を入れるのにちょうど良いサイズ。耐熱性のボトルでコーヒー粉なら 200g を入れるのにちょうど良いサイズ。耐熱性のガラスなので、熱いものを入れても大丈夫です。天然木の蓋とヴィンテージ加工を施した真っ白な陶器の組み合わせが美しいデザイン。ソルトの他に、シュガーコーヒーを刻印したものや無印のものがラインナップしています。口コミでは、見栄えが良くて家事が楽しくなるとの声もありました。よく使う調味料類をお揃いの瓶で保存し、キッチンに統一感を出したいおしゃれな人はぜひチェックしてみてくださいね。ドイツで100年以上の歴史を誇るガラスメーカー、ウェックのストレート瓶です。細長く、スタイリッシュな円筒型で、液体を保存するのにジャストサイズ。別売りの蓋を購入することで、高密閉の保存が可能ですよ。めんつゆやシロップ、ポン酢など手作りの調味料を入れておくのにぴったりでしょう。そのまま持ち寄りパーティーなどに持っていきたい時にも活躍します。蓋が透明なので上から覗けば何が入っているか一目で把握できて便利。密閉性の高さ、電子レンジ対応、スタッキング可能など機能性が充実しています。ホワイト一色のカラーリングもシンプルながらオシャレでグッド、見た目のオシャレさと使い勝手の良さの両方にこだわりたい人は要チェックです。蓋に取り付けられた赤いバブルを押すだけで、しっかり密閉しながら保存できます。電子レンジが使用でき、容器ごと加熱してしまって、OK。さらに蓋とパッキンが分解できたり食洗機が使用できたりと、お手入れも楽々です。よく作り置きする人におすすめ。おかずを必要な時にレンチンし、手軽に温かいものが食べられるようにしておきたい人も、必見です。見せる収納をするときにどんなインテリアも邪魔をしないと思い、我が家の梅酒保存はこの瓶を愛用しています。保存食といえば消毒して清潔に保存することが必須。蓋の部分もガラスでできている、この商品は全体の熱湯消毒が可能。それにパッキンやステンレス金具を分解して洗うこともできるので、清潔に保つことができます。梅酒は各年で作っていますが、こちらはサイズも豊富なので少しずつサイズの違うものに移し替えて何年後かに
娘とたしなむのが夢。また、友人の出産や結婚祝いにビンゴとプレゼントするととても喜ばれます。梅酒を作らない年は、梅ジュースやレモンシロップを作ることも、お財布に優しい価格ということもあり、年々数が増えていっている気もします。ただ、何個あっても便利ですし、空の瓶が並んでいても綺麗ですよ。何年も変わらないこのデザイン。いつでも手に入れられるのが、とってもありがたい貴重な一品です。飽きが来ないデザインが魅力のロングセラー商品。パッキンはシリコンゴム、金具はステンレス製で錆びにくく丈夫です。瓶の口が広くて中身の出し入れがしやすく、取っ手がついていて持ち運びにも便利。使用後は分解して洗えるので衛生的です。梅 1kg、氷砂糖 1kg を入れるのにちょうどいいサイズなので私は梅シロップ作りに使っています。他にも、コーヒー豆やお米のストック用として、キッチンの見えるところに置いています。たくさんの瓶を並べて、見せる収納にするのも素敵です。梅仕事の季節、輪切りのレモンを入れたり、氷砂糖を黒糖に変えてみたり、この瓶を活用して、梅シロップや梅酒作りを楽しんでみてはいかがでしょうか。このリストありにかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。